皆さんこんにちは、指揮者の曽我大輔です。なかなか夜も出かけづらい毎日が続いておりますけど、皆さんお元気でしょうか。この動画ちょっと好評いただいてます。このような外に出づらい時にお家で指揮者の動きをし真似をして、体を動かしてみようという企画でございます。それでもちょっと指揮者のテクニックについて、体の使い方について真面目なお話もしています。第3回目は立ち方、そして構え方についてです。人類の進化の図って見たことありません？理科の教科書かなんかで、こうやって類人猿がこうやって立ち上がっていくやつ、こうやってね、人類の、進化の過程をこんな槍かなんか持っちゃってる図なんてあるんですけど、それをちょっと思い出していただきたいんですが、立ち方として重要なのは S 字の背骨の上に頭が乗るようになった、これが重要なんです。その頭の重みがちゃんと背骨の上に乗っかってるって状態を一度体感してみましょう。皆さん前に力が伸びていったら、でこのまま上がってきてください。ゆっくりゆっくり上がってきて、まっすぐ前を見る。はい、この時になんかもうこれ以上その頭蓋骨が前に行ってないな、ちょっと前に重くないなっていう状態を、体感してみてください。はい、もう一回行きましょう。はい、とやってきて、はい、リラックスしてまっすぐ、はい、上がってきます。はい、この状態でまっすぐ立ってるんですね。ちょっと前後左右に揺れてみましょう。そしたらなんとなく自分が一つの軸の上にあって、この軸が釣り合ってる感じっていうのを感じられるんじゃないかと思います。リラックスして前後左右揺れてみてください。それの釣り合った場所っていうのを、探してみてください。よく言うのは、まあ、操り人形みたいなのはこうやってね、釣られた状態、この釣り合った状態のところ、それで、格別体に力が入ってないっていうところは、よく立ててる、まっすぐ立ってる状態だと思います。でもまっすぐ立ってるんですけども、よく自覚してない人がたまにいます。こういう肩が前に入っちゃってる状態ね、こんな感じで立ってる人って結構いるんですよね。この肩をちゃんと開いて、まるでその理解室の骨格標本みたいにカッと開いた状況を意識するためにはどういうことができるか、これ第1回目の講座を思い出してください。肩甲骨剥がしっていうのやりましたよね。それをちょっと使ってみましょう。肩に手を置いて、ここの前のところでぐるぐる回します。はい、肩甲骨から肩から大きく回してください。そしてパン、胸を開く。もう一回やってみましょう。肩を持って、肘のところをぐるぐる回します。そして外側に向けて胸を張るようにパンと下ろします。これで綺麗に体が開いた状態になっているわけなんです。それから皆さん、立つ時にちょっと意識したいことがあるとあるんです。これというのが体の中心なんです。皆さん、体の中心ってどこにあると思いますか？体の中心、おへそなんていう人もいますけど、おへそとはあんまり関係ないですね。このおへそから握り拳、そうですね、2つ下ぐらいのところにこの丹田というところがあります。この丹田というところは何であるかっていうと、骨盤あって、骨盤からこの背骨が受けているところなんですね。ここら辺のところっていうのが、人間でいう解剖学上の体の中心点になります。ここからその上半身は、自由に動くように
ね、こんな風にちょっとしなるようにね、背骨が動くように見てきてるんです。でもね、なかなか、この丹田っていうのは、意識しにくいと思います。その時にどうしたらいいか。普通のベルトでもいいんですけど、こういうなんか腰痛ベルトってのがありますよね。こんなのを使っています。もちろん普通の、意識するだけだったら普通のベルトからくて構わないんですが、これをちょっと骨盤のあたりにグッと巻いています。そうするとなんかすっきり背骨がここから伸びたような気がしませんか？ね、この状態だと割とその、ここは下半身が安定して上半身が、ね、軽く動くように思えると思うんです。こんなツール、使ってみると自分がまっすぐ立つという状態を意識できるかもしれません。あとやっぱりまっすぐ立ってバランスが取れた状態っていうのを長い間ちょっと意識し続けてるっていうのは大変だと思うんです。そこで最近私使ってますの、このバランスクッションってやつですね。このバランスクッション、例の密林さんとかですね、これ私はロフトというところで買いましたけども、こういうなんかね、クッションみたいなものがあります。ちょっと空気が、ね、半分抜けたような感じなんですけども、これを、足の広さに2つ置いて上に乗るんです。そうするとちょっとフラフラしますよね。ただその重心がしっかり下に来てまっすぐ立ててる状態だとさほど問題ありません。これ結構最初伸び慣れないとフラフラするんですね。そのまま第2回目でやりましたね、4拍子やってみましょうか。はい、敬礼から1抱きしめ開く、4 1抱きしめ開く、敬礼1抱きしめ開く。これでも前にね行ったり後ろにしなければちゃんと重心が安定してるっていう状況なわけなんです。さあ今度は指揮者の指揮棒の構え方、指揮の構え方のお話です。まあこれを構え方ってどうでもいいような気がするんですけども、例えばこう構えてるのと、こう構えてるのとどっちが集中しますかね。こっちの方がなんか集中するような気がしますよね。それから指揮棒の位置、手の位置下げてみてもちょっと違うような気がしますよね。こう例えばまあ指揮棒を横に構えてよくある話なんですけど、こうやって指揮をするのと、それからこの真ん中に指揮するのと、やっぱりこの真ん中で指揮した方が集中、なんか引きつけられる気がしますね。このイメージとしてはこの指揮棒の先とこの目線、さっき言ってた丹田、これがどっかで結び合うようなイメージで指揮をします。はい、でこの構え方ってなかなか分かりにくいと思うんですけども、ちょっと、した道具を使ってこのポジションを体感してみましょう。はい、今ちょっとボールをね受け取りましたよね。このようなボールを受け取るときって自然にこのようなね指揮者の構え方と同じような格好になっているんですね。このまま落としたような感じ、このボールを前に抱えてる感じっていうのが指揮者が自然にみんながしつけられるようにしている構えと一緒なんです。さあ皆さん、それでさっきのバランスクッション出してきて、今指揮者の構え方も分かりました。はい、おひっくり返りやすいですね。はい、これに乗ってみて、はい、この間やったようにもう一回4拍子やってみましょう。敬礼から1、2、3、4、1、2、3、4、このようにまっすぐ立つ、それから前後左右のバランスを感じるっていうのは指揮だけじゃなくて歌を歌うにも楽器を弾くのにも多分日常の生活にも役立つと思います。ぜひ皆さん実践してみてください。それではまた。